そういう最弱者のシングルマザーっていうのかな。冒頭のなんかを10ページくらい読んだら、うわ、ダメだと思って閉じてしまったぐらい、もうあまりにきつくて。シングルマザーの挑戦っていうのがあってですね、フェアリンディングフォームですね。えー、これはですね、シングルマザー専門のですね、シェアハウスなんですよ。いい提案だと思います。つまり、子供っていうのは本当は大家族で育てるのが理想なんですね。あのー、 なんだろういかに理想的な父親と母親がいようとも、それよりは多様性がある親戚とか親兄弟というのが一緒に住んでいて、いろんな人と触れ合ってる方が、やっぱ子供の上層教育上いいし、子供もですね、子供のうちに多様な価値観で育てると。でそれは分かってながら僕らはそれができないし、どちらかっていうと、 なんだろうなうん、父親の方は外で働いていて母親の方が家にこもりきになって一対一子育てになりがちだっていうのが現状なんですよ。で家族としてそのなんだろうなシングルマザー同士が集ってで大きな家に住んで,でお互い面倒を見てたらいあの変な言い方ですけども常に1人か2人ぐらいのお母さんは休めるわけですね。シングルマザーの話聞いてみると本当に休み時間がないんですよ。あの 働いて、育児してだったら自分自身の時間がほとんどゼロなんですよね。で、で、その中で子供っていうのはびっくりするぐらい病気になるんですよ。本当に風邪ひいたり病気になったりして、それが自分がうつされたりして、すごいストレスが多いし忙しいんですけども、シングルマーザーが集まって4家族か5家族で暮らすと、誰か2人ぐらいが面倒を見てたら、残りの2人とか3人ぐらいは外にいてですね、コーヒー1杯飲めるんですね。 もう本当に週に1回の30分に1回の一休みっていうのが何年間もないっていうのがシングルマザーの現状なのでですねあこれはいい取り組みだなと僕は思ってるんですけどもただ同時にですねそのシングルマザーのそのシェアハウスの取材した僕の経験から言うと同時にですねこれもですね女の人同士の共同生活だから シングルマザーになる時ってまあ男の方がだらしないからもう出てけっていうのとあとえっ、ー、とねあの家のない子供たちを書いた、えー、とギャングスの原作者ありません、ね、あの方が書いたですねその「再貧困女子」っていう本をこの間僕読んだんですよで。そのの貧困女子の中に書かれてるんですけども。 出会い系のシングルマザーっていうのをその人前に書いてて、で、その時にも取材したら圧倒的に辛くてすぐ取材やめてしまったと。それはなんでかっていうと、出会い系で、そのなんだろうな、生活費を稼いでるシングルマザーっていうのは、結局家族からも見放されて友達もいつの間にかいなくなってくる。 やっぱり、情緒障害だったり知性的なちょっと障害を抱えてたりあと何だろう人間関係がどうしてもできないあとは例えば役所にですね福祉とかの書類を書くその書類を書くっていうことが何だろうもう本当に生理的にできないような弱者最弱者たちが自分に子供ができたというふうなことで。 無理やりなんだろう自分を奮い立たせて生きてる場合っていうのがすごく多いとで結果的にそういう人たちが出会い系で売春というふうなことに手を染めてしまってみたいなものがあってなんかね十何人取材したところでもうあまりにきつくて取材するの一切やめてだからあの本は僕は実は14人しか取材してませんっていうのをそのあの僕が読んだ本の中でカミングアウトしてるんですね。で 僕もその出会い系のシングルマザーたちっていうの本は買ったんですけども冒頭のなんかを10ページくらい読んだらうわっダメだと思って閉じてしまったぐらい確かにしんどい本なんですよでシングルマザーのシェアハウスっていうのは確かに素晴らしい試みで僕はいいと思うんですけどもでもそういう最弱者のシングルマザーっていうのかなそれは社会から言えば だったら子供なんか産むなよっていうふうに言えるんですけども子供を産むのにですねだったら産むなよっていうふうに言い出したらですね本来子供を産む何だろう資格がある人なんて少ないんですよ。さっきも話したように離婚率が3割を超えて障害未婚率が4割に達しようとしている社会の中で誰が子供を産んで誰が子供を産んで 育てる権利があるんだとっていうふうなことを言い出したらですね、もうそんなもうどんどん無理筋になってくるんですね。子供なんて誰が産んでもいいし、どんな弱者であろうと産んでもですね、周りが一緒に育てるっていうのがその国民国家のあり方だと僕は思うんですよね。それはなんか綺麗事かもわかんないけども、国民国家として子供を産んじゃったらそれは周り全体でサポートするのが当たり前だというふうに思うんでですね、この。 話、ちょっと、横にそれそうなんで戻します。えっ、ー、と、シングルマザーの、あの、共同住居っていうのは、シングルマザーたちが一緒に住んでるからこそ、マナーというのに関しては、やっぱり、みんな守るし、あとなんだろうな、えー、毎晩のように飲み会があって楽しいというふうに言ってたんですよ。でもそれを聞くと、毎晩のその、飲み会に参加できない、 社会性が欠如しているって言い方は何なんですけど問題があったり、人とうまくコミュニケーション取れないシングルマザーというのはそこからのスポイルされることになるんですよね。で、なんか彼女らが言ってるですね、なんかその男っ気が欲しいというふうに言ってるんですよそれはもうじいさんでも何でもいいから、私たちのそのシングルマザーのところというのは本当にいいし、もう結婚なんか二度とごめんだし、彼氏も別にいらないんだけども、 なんかね、誰か <laughs>、あの、定期的にここに来るじいさんでも一人男気がいないと自分たちはダメになるっていう話。<laughs> そう、ダメになるっていうのがなんとなく分かってですね。あ、なんか、あの、なんでしょうね。こうの、一方で僕は毎週のようにオフ会やっててですね、その、 彼女がいない男の人とかですね、彼氏ができない女の人っていうのを山のように見てるわけですね。で、そんな話がありながらもですね、男っ気だったら何でもいいって言ってるシングルマザー,ーのシェアハウスもあるのを見てるとですね、なんか絶対マッチングが間違ってるというかですね、あの、目指すことが間違ってるなと思ってるんですよ。で、まあ、あの、前あの僕が恋愛論に関して色々言ってる時にですね、お前が女の子を口説かないと世の中に 彼氏がいない女の子っていうのが一人できてしまうと。で、その子らは、気弱で、あの、なんだろうな、夢みたいなことを言うかもしれない。イケメンでないと嫌だとか、あとなんだろう、年収これぐらいないと嫌だとか、背が高くないと嫌だとて言うかもわかんないんだけども、現にそんなことを言い続けて、30になって35になってる場合、それはただ単に誰かが口説かなかっただけだろうと。 なんか、そんな夢みたいなことを言うような女の子でも、誰かが口説けば、それで心が変わったりするかもわかんない。でも、その女の子の言ってることを真に受けて、どうせ現実の女なんか、あの、みんな、あの、なんだろう、俺なんか嫌に決まってるというふうに言ってて、口説くことをサボってることによって、女の子の閉塞感っていうのは、どんどんどん高まってくるよと。つまり、なんだろう、彼氏がいない不幸な女がいるのは、 お前が口説かないからだっていうふうに俺言ったことがあるんですよ。で、僕、これはマジでこう信じてるんですけども、いや、それ男のせいにしてるそうです。男のせいにしていいんですよ。もうこと、ことね、恋愛に関しては、俺たち男側が動かないと多分ね、状況一切動かない。でないと、女の子はもうますますおそ松さんの方にどんどんいてしまって、おそ松さんで、あのね、うん、快楽を得る女の子は山ほどいるけど、おそ松さんで幸せになる女は一人もいないですから。<laughs> <laughs> よくないんですよ。男の方は損を承知で、振られるのを承知で、自分から動かないと多分状況は動かないというのは、これあの、今のうち予言しておきます。損得 <laughs> 感情で考えたら僕らが損するしか状況は動かせないですからですね。以前に岡田さんの動画で性格や知能はほとんど遺伝で決まってしまうという話を見ました。 母は私への当たりが強くなり、理不尽な理由で腹を立てて怒鳴り上げ、暴力を振るうようになり、父親がやりすぎだと止めると、なんで子供をかばうんだと大喧嘩するようになりました。私は女の子を妊娠中です。絶対に母親のような母親になりたくないし、ならないと誓っています。もし本当に遺伝子で性格が決まってしまっていて、本当に母と似てるとなると、そういう悪いところも似てしまうのでしょうか まあ、まずその、性格は遺伝するかどうかっていうのは置いときましょうよ。それはよくわかんないから。で、ポイントは僕はあの、母親とそっくりでですね、何か問題があるのかっていうことなんですよお。面白がりポイントなんですよね。あの、リリーンさんは、ちゃんと育って、つまり、すごいダメな母親がいたんですけど、ちゃんと育っていって、で、今子供を妊娠中で産もうとしてるわけですよね。つまり、実はですね、親の育児は間違ってなかったっていうことなんですよ。 リリリンさんにとっては嫌かもわかんないんですけども、そんな、なんかクソみたいな母親の教育が実は間違ってなかったからあなたはそこにいて、そして母親のようになりたくないというふうに思ってるわけですよね。だから、リリリンさんがですね、母親の遺伝でですね、もし、こっから先ですよ。こっから先、今はいい人なんだけど、こっから先母親の遺伝で子供をいじめたとしてもですね、その子は多分、 また同じようにリリリンさんのようにですね、あの、リリリンママのようになりたくないと思ってですね、まっすぐ育つはずなのでですね、<laughs> 何も問題ないと思うのいや、ここなんですよね、僕のその面白がりポイントは。理屈で考えたら、何の、あの、問題もないのに、心配もないのに、何を不安がってんだろう。要するに、育児への不安をきっかけに、自分と両親との関係をなんか再整理しようとしてんのかなというふうに僕は、 考えました。あの、ああ、私の母親は嫌な女だったな、とか、そんな母親と結婚した父もなんかバカだし、そんな母親に気づかなかった兄もバカだと。男って女を見る目が本当にないんだな、と。で、そんなバカの父親とバカの兄貴と鬼みたいな母親に囲まれて育った私でもまともに育つんだから、これは自分の子供にビビる必要ないじゃんと。多少育児で失敗しようが多少虐待しようが、 基本的に子供っていうのはちゃんと育つもんだなっていうのは、私がその証明してるわっていう、なんかそれでいいんじゃないかなと思うんですけども、あの、ここなんですよね。あの、そんな母親だった、嫌だった、私はそんな母親みたいになりたくないと思う時点でもうまともっていうですね、なんだろう、ライセンスはいただいてるんだから、 別にそっから先問題はないのに、何をそんな不安がってるんだろうと思いました。えー、まあまあ、そんなリリーヌさんにはですね、この、えー、チャージマン兼のですね、パロディのですね、ステッカーを差し上げますのでですね、どうぞ、あの、大丈夫です、大丈夫ですというのは、 普通よく人生相談だったら、大丈夫です。あなたは母親のようにはなりませんって言うんですけども、違うんですよ。母親のようになっても大丈夫です。<laughs> 母親のようになって、クズみたいな母親になっても、実は子供って何とかなるっていうのは自分で証明してるからですね。えー、そこら辺はですね、あんまり不安にならずにですね。それよりは、あの、 なんだろうな。育児を理由にして、育児にこつけて、親に恨み事を言うのではなく、もっと堂々と親に恨み事を言ってもいいと思います。親は嫌ってもいいものですからで,、ね、で子供生まれてしばらくしたら、うわーうわーなんか娘をいじめた母親の気持ちわかるわーになるかもわかんないので、それはもうその時のですね、チャンスというやつですね。最後までありがとう。チャンネル登録してってね。